昨日午後、大仙市で小屋の雪下ろし作業をしていた70代の男性が屋根の上で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。男性は屋根の上で倒れているところを発見されました。屋根の上には今もかなりの雪が積もっています。事故があったのは大仙市南外の無職伊藤隆さん79歳の住宅に隣接する小屋で、 昨日午後6時20分ごろ伊藤さんが屋根の上で仰向けで倒れているのが見つかりました伊藤さんには外傷はなくその場で死亡が確認されました伊藤さんは昨日午後3時ごろから一人で小屋の雪下ろしをしていて警察は作業中に体調を崩したと見ています県内では今シーズン今日までに4人が除雪作業中の事故で亡くなっていますが そのうち2人が作業中に病気を発症したのが原因で、いずれも65歳以上の高齢者です。県は、除雪の際は安全確保や複数人での作業はもちろん、体調の変化にも注意するよう呼びかけています。